シャリンバイは、バラカシャリンバイ族の常緑低木。日本、韓国、台湾までの海岸近くに分布する。庭木や公園樹として植栽されることも多い。沖縄の方言では、手勝ち、アマミオオシマでは、定チギと呼ぶ。和名は、枝の分岐する様子が、シャリンのスポークのようで花が梅に似ることから。葉は楕円型で厚く、新緑色で、艶がある。縁には、 浅い巨子が出ることもある。多くの場合、枝先に葉が集中する傾向があり、単葉で、車輪状に誤生する。4から6月に白又は、淡紅色の五弁の花をつける。10から11月に、直径1センチメートルほどの球形の梨浄化の果実は、国士色に熟す。海岸に多く、日向の岩の上などに見られる。鹿児島県甘見大島の大島紬では、 車輪場の木から葉を取り除いて、細かく切り、10時間以上煮出した液を染料として、用いる。その担任を含む染料を染液として検診に染めき、させた後、鉄分を含む、泥田の泥水に浸ししてに誤焙染する方法で、黒化主食になるまで繰り返し染色する。また、乾燥や、大気汚染に強いことから、道路脇の分離帯などに植栽されたり、艶のある、 常緑葉が、美しく、よく刈り込みに耐えるため、庭木として植栽されたりする。葉が昇園、海洋、打撲に使用される。材は硬いことから、土等に用いる。変異が多く、いくつかの変種が報告されているが、それらを認めるかどうかには、諸説がある。葉が幅広く、トーラン系のものを丸葉車輪培、幅の狭いものを、立ち車輪培というが、 これらについては中間型があって区別しがたい。栽培されているものには国外産のものもあるが、それらの種名も判断が難しいようである。また東南アジアからインドに分布するラフィオレピス、インディカの変種ともされる場合がある。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。以下の自治体の木、または花の指定を受けている。山形県鶴岡市の 丸ンバ梅の自生地が1956年11月24日に県指定文化財天然記念物に指定された。ありがとうございます。